どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザルです。今回はトラストで覚えておきたい遠距離戦の攻撃方法をまとめとなります。トラストにとってフルチャージの遠距離攻撃は非常に大事ですよね。チャージの仕方によって距離も変わりますし、直当てによって上級の打開も可能になります。そこで今回は遠距離戦においてエイムの合わせ方やチャージの使い分けなどをまとめていきたいと思います。距離感によってはエイムの合わせ方が変わるのでちょっと特殊なんですよね。少しでも個室を掴んでもらえるきっかけになれば嬉しいかなと思います。こちらの動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。まず最初に遠距離攻撃の種類を見ていきたいと思います。遠距離攻撃については1チャージ目からフルチャージまでの間の攻撃として話していきたいと思います。一応こちらの定義ですね。理由としては1チャージ目からフルチャージになるまでの間に射程が伸びるからです。まずフルチャージについてですが、3発の矢が収束した状態で飛ぶので1角キルが狙えるようになります。この状態でやっと1角ですね。収束しているので爆風範囲は拡散した時よりも狭くなります。単純に矢が分散しているわけではないので狭くなりますからね。でもう一つ紹介したいのが 1.5 チャージです。だいたいレキクリで反応する距離に対して拡散矢を飛ばすことが可能なチャージとなります。それ以上になると弾がギュッと収束してしまうのでちょっと範囲が狭くなるんですよね。で1チャージで即撃ちよりも遠い場所に拡散矢を撃てる方法となります。ですが一角は狙えない攻撃手段となります。まあ、遠距離攻撃といってもチャージの度合いによって変わってきます。射程と一角どちらを取るかという感じですね。まあ、使い分けれれば撃った後、まあ、適した場所に撃つことも可能となります。まずフルチャと 1.5 チャの使い分けで話していきたいと思います。基本的には一角を狙うのでフルチャでいいと思います。トラストの立ち回りとしてフルチャによって相手の攻撃を抑える役割があります。また味方との戦っている場所に打ち込むことでカバーができます。距離を使ってカバーができるので非常に便利なんですよね。ですがフルチャは収束するため範囲も狭く外すと終わりという点があります。かなりのエイム精度が求められます。使いどころとしては攻撃の邪魔はもちろんですが、狭い足場や最大射程でカバーする際に活用するのがいいかと思います。では 1.5 チャーについてですが、範囲を活用した攻撃になります。この範囲が結構大事なんですよね。例えばですが壁裏といっても横幅の狭い壁もあれば広い壁もあります。狭い壁であればフルチャーの方が一角が狙えるっていうのもありますので、まあ、狭い場合はフルチャですね。ですが横長の壁の場合複数の敵がいたりします。隠れている場所の範囲が広いため狙いが定めにくくなります。こういった時に一発で炙り出す方法になるわけです。また壁以外にも味方のカバーにも使えます。フルチャと違って攻撃範囲が広くなりますので成功率が上がります。ダメージ次第ですが味方も倒しやすくなります。これに関してはカバーに入る際距離感にもよりますね。フルチャで届く場所であればフルチャ、それ以外であればあえてフルチャにしないっていうのもありです。大きな違いとしてはこの点かと思います。また攻撃面以外での違いとしてはここ割りの速さですね。フルチャで遠くから割りの加成ができるのはいいんですが、実はダメージ自体はワンチャージ目で最大になるので手数を増やすことができます。実際 1.5 の方がめちゃくちゃ早いですね。まあ、1.5 か1チャージでいいと思います。まあ、割り効率を考えるときには非常にいいので、まあ、ショーテクニックというところで覚えてもらえるといいかと思います。攻撃の手段を把握したら次はそれを当てる方法ですね。基本的にはフルチャをした上でエイムを合わせることが多いと思います。
ですが壁裏などに隠れながらの場合は A 目が普通の武器のように画面中央に寄せていると外れてしまうことがあります。これは指のレティクルが画面中央よりも上に設定されているためです。チャージしてみると分かりますが上寄りになります。そのため壁裏から A も合わせたつもりでもいざ攻撃してみると外れるんですよね。そのためちょっとだけ上に合わせて打つことが大事になります。慣れてくれば体が勝手に調整してくれていますが最初の頃は慣れにくいですね。ちなみにワンチャージ目では中央なので接近戦と遠距離戦では感覚が違います。この違いは覚えておきましょう。ではエイムの癖が分かりましたので次は当て方のコツになります。トラストのエイムに関しては位置角を取るためには範囲がでかい球を当てる必要があります。これが非常に厄介です。レティクル反応がないだけであれば問題ありませんが最大射程を生かすとなると狙う場所が変わってきます。その狙う位置をなるべくずらさず効果的に狙える場所が気持ち頭を狙うというところになります。試し打ち上ではありますがこの2つを見てみてください。多少離れていても位置角が取れてますよね。これは頭を狙っているからです。ですが胴体だとどうでしょうか。やはり位置角は取れませんよね。これはどちらとも局射を多少活用しているというところがあります。ある程度の射程であれば頭を狙う方が当たりやすくなります。ただしこれに関しては最大射程以外の当てるコツになります。あとは近すぎた場合ですね。近すぎる場合は綺麗に胴体を打ち抜いた方がいいです。最大射程の場合は局射を最大限生かさないとそもそも距離が届かないのでダメです。でそれをする方法としては頭1個分上を狙うことが重要です。これにより同じ位置でも局射を使って射程を伸ばせます。動画などで敵ではなく上を狙っているのはこのためです。ちょっとでも距離を稼ごうというところですね。距離によって狙う場所を変える必要がありますがこれは感覚を身につけたりポジションで把握する必要があります。少しずつ試して覚えていきましょう。意識して使っていると覚えも早くなると思います。最後に遠距離攻撃において個人的に気をつけるポイントがあります。それは読みすぎの注意です。遠距離武器において相手の動きを読むのは非常に大事です。ですが弓の場合はチャート違い弾が遅い上に位置角難易度が高いです。外してしまっては元も子もないんですよね。また読みすぎによってトラストの強みを消す要因にもなります。まず狙いすぎによって攻撃頻度の低下による圧の低下ですね。トラストの特徴は手数と局射によるポジションの邪魔です。その特徴を消しかねないリスクがあるわけです。もう一つは外した敵のリスクがでかいこと。狙いに狙って外すということはその時間を無駄にする可能性が高いわけです。チャート違って射線の圧があるわけでもないので結構無の時間が増えるんですよね。ここがバランスとして難しいところです。読みすぎによって影響が出るのは敵への圧力の低下です。逆に手数を増やせば相手からは狙われているという圧を与えられます。もちろんバランスが取れれば問題はありません。そのバランス加減が難しいというところですね。攻撃の頻度っていうのも一度見直してみるといいかもしれないですね。はい、ということで今回ここまでとなります。トラストで覚えておきたい遠距離戦の攻撃方法まとめはいかがでしたでしょうか。遠距離攻撃ということで位置角の話ばかりかと思った方も多いかと思います。ですが 1.5 チャーなど使い方によっては位置角よりも強力なサポートが可能になります。自分の連動に合わせてこの辺りは使い分けてみてください。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。